さっきね、ちょっとあのホームセンター行ったらね、このギャラン今 VR4 乗ってるんですけど、前にもこう上げたことがあるんですけど、あの小学生ぐらいの子供がね、こう駐車場入れようとしたら、なんかずっと見ててこっち来たから、あれ何かなと思って、どうしたのって聞いたら、車の写真撮らせてほしいって言ってくれて、いや嬉しいですよね。スーパーカーじゃないのし、でもないのに、今結構旧車ブームっていうのもあるのかも、旧車ってほど旧車でもないんだけど、そういうのもあるのかしんないけど、こう携帯じゃないかな、あれちょっとあれデジカメかな、なんか写真撮って、お父さんの影響って聞いたら、いやおじいちゃんの影響だ、確かに小学生だとおじいちゃんでも、60、代ぐらいなのかな、そうするとやっぱりこの、ギャランがね活躍してた80年代とか、やっぱラリーとか、ね、そういうモータースポーツ見てた人が結構、多いんじゃないかな。あの時は結構ね、本当にモータースポーツっていうか、こうラリーとかも、賑やかで、今でこそねもうワークス体制は取れただけのあれになっちゃってるけど、結構元気があって、やっぱりワクワクするようなあれだけど、そうだからなかなかこれ結構やっぱ古い、もうだいぶ古いから、乗ってる人も少ないと思うんですよ。でそうやってね写真撮って、でその子が内装も撮らせてくださいって言うから、内装はほとんど変わってないから、汚いじゃあれだよって言ったんだけど、全然いいですって言って、で撮ってて何も変えてないからって言ってたら、いやステアリングがあって、小学生の子がねハンドルって言わないで、やっぱステアリングってこういうの、やっぱ結構いろいろこう知ってんだなと思って、確かにステアリングが書いてあるんだけど、ちょっと嬉しかったんで、ちょっとこれねみんな話したくてね、ちょっと今撮ってるんですけど、いやなかなか嬉しかったですよ。ギャランも喜んでると思います。そんな感じで今日はね、服はこれ JA デュボー、の復刻のやつね、ロストワールドかなんかの作ってるんですかな、それの A2 と、下はこれも結構久しぶりに履いたんですけど、D の 101Z、これね結構履かないで、しまってたんだけど、最近あこれもあったなと思って、ちょっと履いてあれしたんですけど、それで合わせて、ちょっと出かけてます。そんな感じで、嬉しかったです。